で、私たちは新宿御苑への放射能汚染の持ち込みに反対する会の、メンバーです。新宿御苑に、福島原発事故で、生じた放射能汚染土が、持ち込まれようとしています。皆さんの反対の声で、止めることができますので、どうぞ、皆さんも声を上げてください。福島、原発事故で出た放射能汚染土8000ベクレルという、高い濃度の汚染土がこの新宿御苑の花壇の森として使われようとしています。どうぞこの事実を皆さん今日は、持ち帰って、皆さんで、この問題について考えてみてくださると嬉しいです。新宿御苑に遊びにいらした皆さん、私たちも新宿御苑が大好きです。この、皆さんの憩いの場である、御苑に福島原発事故で生じた放射能汚染土8000ベクレルもの、放射能汚染土を、環境省は持ち込もうとしています。安全性が確認されたわけではありません。皆さんの声で新宿御苑に放射能汚染土の持ち込みに反対することができます。どうぞ皆さんも声を上げてください。今こちらの方で、持ち込みに反対する意思と反対持ち込みに反対しないっていう方たちの、アンケートみたいなものを、取ってます。どうぞ皆さんも、参加していただいて意思を表してください。新宿御苑に福島原発事故で生じた放射能汚染土が持ち込まれようとしています。今日は皆さんこの事実をどうか知ってください。今私たちは持ち込みに反対するために声を上げています。皆さんはどう思われますか。ここで、皆さんの、反対か、賛成かという意思をこちらの方で示していただけるようにイエスノーで、丸いシールを貼っていただくように用意してますので、ぜひ皆さんの、意思を、示してくださると嬉しいです。新宿御苑に福島原発事故で生じた放射能汚染土が、持ち込まれようとしています。環境省は実証事業ということで、この御苑の中に、花壇を作ってそちらで、放射能汚染土の実証事業を行うとしています。まだ安全性が、確認されたわけではない8000ベクレルという高い放射能汚染土の、土を持ち込もうとしています。どうぞ皆さんこの事実を、今日知って帰ってください。皆さん、私たちは今ここで福島原発事故で拡散した放射能汚染を除染した土を東京のこの新宿御苑に持ってくるということに反対して、皆さんにお知らせのアピールの声を上げています。福島原発事故12年前に起こりましたが、まだ後始末は終わっていません。除染という形で福島の汚染された土は中間貯蔵施設という福島原発事故、福島原発の周辺に集められて、もうすでに工事は終わって埋められているんです。それを再利用という形でわざわざほじくり返してですね、またこの東京や所沢や筑波に持ってきて埋めるんだと、土は大事な資源だということで、環境省は放射能汚染した土をですね全国にばらまこうとしているんです。しかし土は汚染されているんです。放射能汚染が元の
状態に戻るまでに約300年かかると言われています。その間は安全が保障できるんでしょうか。私たちは福島の人たちと連帯してこの福島の汚染した土壌、これが今中間貯蔵施設に集められているわけですけれども、これをわざわざほじくり返して、そして全国に、持ってくる、そして福島県から原発事故をなかったことにする、そういう企みを環境省は進めているのです。これは放射能のばらまきに他なりません。私たちは福島の人たちと一緒に心を一つにして、放射能は動かさない、その場に埋めておく、このことが原則だということを皆さんに訴えたいと思います。皆さん、この美しい新宿御苑、多くの人が通る、そして憩いの場の新宿御苑を放射能で汚染される、させる、そんなことはとんでもないことだと思いませんか。皆さん、ぜひこの事実を知ってほしいというふうに思います。新宿御苑にいらした皆様、私たちは、福島原発事故で生じた放射能汚染土をこの新宿御苑に持ち込むということに反対している会の者たちです。去年の12月に、この新宿御苑というのは環境省の管轄なんですけれども、環境大臣、西村環境大臣が事業規模と称して、福島の原発事故で生じた8000ベクレルという高濃度の放射能汚染土をこの新宿御苑に持ってきて、火山を作って実証実験事業を行うと言っています。で、土を掘りまして、そこに、汚染土を入れて、その上に盛り土をして、植物を育てるということなんですけれども、下に、防水シートを敷くと言いますけれども、皆さん御苑にいらしてたら、モグラの穴、たくさんお気づきになると思いますけれども、ものすごいモグラがいます。だからその防水シートだってモグラにかじられる恐れもあるわけですね。そういうふうに、ちゃんと管理できない、そういう場所に、高濃度の放射能汚染土を持ってくるというふうに、言っています。今、この実証事業というのはこの御苑のほかに所沢の方でも、持ち込まれるということなんですけれども、所沢では、町会の皆さんたち反対の、して、市長も住民の理解が得られなければ、国に持ち込むなという姿勢を示すとはっきりと言っています。どうか皆さんの反対の声でこの新宿御苑に、放射能汚染土の土を持ち込ませることに反対することができます。どうぞ皆さんも、声を上げてください。この、本当に素敵な皆さんの憩いの場である新宿御苑に安全性も確認されない、放射能汚染土を持ち込ませないでください。小さい子どもほど放射能の影響を受けるといいます。たくさんの子どもたちがこの御苑には遊びに来ます。今もベビーカーのお子さんを連れた、ね、お母さん方が通られましたけれども、土からすごい近い位置に子どもを追って接します。その子たちに安心して御苑で遊んでもらえるように、どうか、放射能で汚染された汚染土を持ち込ませないように、皆さんも声を上げてください。で、今、皆さんの、放射能汚染土を持ち込みに反対するか、しないかという意思を示していただきたく、こちらにシールを持って立っておりますので、どうぞ、ご協力をお願いいたします。
新宿御苑に訪れた皆さん、そしてお帰りの皆さん、こんにちは。私たちは新宿御苑に放射能線路を持ち込まないでほしい、その願いをしっかりと皆さんにもお知らせをしていく。そしてこの放射能の汚染、これは集中的に管理することが基本なんです。にもかかわらず国は汚染の汚染水を海に流すと同じように、この汚染土を全国に分散させよう、ということではないでしょうか。皆さん、しかもこの新宿御苑、多くの皆さんが訪れます。そして子どもたちも、近所の保育園の子どもたちも本当にいい遊び場なんです。そんな新宿御苑のに汚染土、しかもキログラムあたり8000ベクレルという汚染土です。以下と言いますけれども、8000ベクレル以下というのは、きちんと管理されたところで保存をする、保管をする、そのように決まっている、そんな高い値の汚染土をこの新宿御苑で実証事業だと言って運んできて、そして花壇を作って、福土をしますけれども、そこで花を育てる。実は皆さん、この近所にも養蜂蜂蜜を作っている、団体もあるんです。そんな影響も全くわからないことなんです。それにもかかわらず、その御苑で実証事業をしよう、これは本当に住民の皆さんの、都民や、多くの皆さんの命や健康、それさえも顧みないことと言えるのではないでしょうか。そして今本当に私たち重大だと思っているのは、こんな実証事業を行うということについて、本当に圧倒的に知らせないまま、住民の皆さんにもお知らせないまま進めようとしているんです。知らせないで進めていくっていうのは、いかに後ろめたいということではないでしょうか。皆さん、この汚染土、これを集中管理していく、その方針をきちんと堅持させる、ということではないでしょうか。皆さんと一緒に、この新宿御苑の絵の放射能汚染土持ち込みに、みんなで反対をしていこうということで、行動をさせていただいております。どうぞシール投票もしておりますので、どうぞご参加ください。次の方、はい、皆さん、今この新宿御苑に放射能の汚染土が持ち込まれています。昨年12月に突然そのこと、本当に厳正なことにしか知らされませんでした。そして今でも一体この事業、本当に安全なのか、いつまで続くのか、そういったことも知らされたまま、新宿御苑に放射能汚染土が持ち込まれる、そういった計画まだ撤回されていません。今本当に私も脱原発の市民運動に関わっている中で、放射能というのは余分なもの、本当に少しでも受けちゃいけない、そして小さなお子さんほど放射線の影響を受けやすいんだということを学んでいきました。ですから皆さん、本当にこの新宿御苑、小さなお子さんが毎日のように訪れる場所、外国の方も含めて多くの方が訪れる新宿御苑に放射能汚染土を持ち込むなんていうのは本当に許されないと思っています。今新宿御苑の放射能汚染土持ち込みについてのシール投票も行っています。ぜひ皆さんのお考えをこのシール投票でぜひ示してください。よろしくお願いいたします。皆さんの考えをぜひ示してください。放射能汚染土が新宿御苑に持ち込まれていいものでしょうか。皆さん、こんにちは。私は新宿御苑が大好きで、毎日行ってるんですけれども、ありがとう。この新宿御苑に放射能の汚染土が持ち込まれる、
という大きな問題が生じてきました。でこの汚染土の問題をよく考えると、原子力にしたゴミをどうするのかっていう問題に放射能汚染土が落ち込まれていいものでしょうか。でその放射能汚染土を800ベクレル以下だったらいろんなところに放射能汚染土が実験という形でやって、そして安全だっていうことを保証したいの、証明したいのが今8000ベクレル、8000ベクレルというの以下だったら安全だってことを保証したいということで、この一番素敵な新宿御苑のところで実証実験をしたいということみたいです。でも本当はそれはすごく危ないことなんだって私は気がつきました。というのはそういう見えない放射能汚染土を全国にばらまいてしまう、そしてその放射能がなくなるのに140年もかかるということになると、その放射能140年後、この新宿御苑も140年前は多分江戸時代なんだけど、その江戸時代のその新宿御苑のところにもし放射能がばらまかれて、そして今私たちが気がつくかどうかということなんです。ですからぜひ私は反対したいので、皆さんにも反対の声を上げていただきたいと思います。今シールを配っています。このシールを持ち込みに反対の方に貼っていただければとても嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、新宿御苑、遊びに来られている皆さん、私たちは、環境省が去年12月に突然発表した原発事故で生じた放射能汚染土壌を、この新宿御苑で、使って再利用するという、事実上の実験をやろうとしている、そのことに対してこんな場所でやってはならないということで、きっぱりと中止をと求めています。皆さんこの新宿御苑本当に多くの、方が訪れますし、特に小さいお子さんも、そして周辺では、動物の散歩などいろんな生き物、人間だけではないいろんな命が、集まっています。そんな中でこの放射能汚染土、この場所に持ち込んでくること自体、あってはならないと思いますし、政府は環境省はこの放射能汚染土安全だ安全だと言いますけれども、今まで原子炉等規制法という法律で定められていた安全だよと言えるレベル、それは、セシウムの、濃度が1キロ当たり100ベクレル以下というふうになってたんですけれども、今度新宿御苑に持ってくる放射能汚染土壌、放射能汚染土は、その80倍の8000ベクレルというんです。しかも今環境省が、環境省が言っている、この新宿御苑に持ってくる放射能汚染土、セシウムのことしか説明していません。他のさまざまな、放射性物質、トリチウムであるとかいろいろな危険なもの、またその他の有害物質などについて一切情報を明かしていません。こんな、情報が不透明なままで多くの子どもたちも集まるこの新宿御苑で放射能汚染土を使った実験をする、このこと自体しっかりと、撤回を求めていくべきではないかと思うんです。ぜひ、私たちも立ち上がって声を上げていますけれども、ぜひ皆さんとご一緒に力を合わせて、こんな政府の横暴は許さないということを、訴えていきたいと思います。環境省は住民の理解が前提だと言っています。逆に言えば私たちがこんな計画は許されないと諦めずに声を上げ続ければ、政府は、これを中止をするということも選択肢のうちだということなんです。ぜひ皆さんと声を合わせて、この危険な計画、しかも、ありがとうございます、しかも、原発事故で、生じた、ありがとうございます、シールお願いします。しかもこの汚染土壌、今福島県内の中間貯蔵施設に、溜め込まれています。この最終処分をしなければならないんですけれども、その処分の量を少しでも減らしていく、そのためにも、法律で規定されていない再生利用、また再利用していくんだということで、
公共施設の道路なんかにも使われていっている、薄めれば問題ないであるかのような、方向でどんどんとこれを全国へ広げていくということなんです。皆さん、放射性物質、放射能汚染土、できるだけ移動させない、動かさないということが被害を、危険性を回避するための、これ以上被害を生み出さないための大原則だと思うんですけれども、この新宿御苑への放射能汚染土持ち込みが許されてしまったら、それを足がかりにして全国へ広げていく、そんなことも、心配されるわけです。子どもたちがたくさん訪れるこの新宿御苑でのこの危険な放射能汚染土申し込み、失敗と中止をと諦めずにご一緒に声を上げていただければと思います。新宿御苑の、ありがとうございます。住宅地のすぐ近く、数十メートル至近距離に、花壇に放射能汚染土を使って再利用の実験をする、こんなことは許されてはならないと、声を上げていきたいと思います。新宿御苑に放射能汚染土を持ってきて再利用実験をするというこの国の計画、やっぱりとこんな危険な実験は許されないということを声を上げて、ありがとうございます。ご一緒に声を上げていただければと思います。ただいまこの場をお借りして、シール投票、皆さんのご意見をお伺いしています。私たちと同じく、反対を中止という声も歓迎しますし、いやそうじゃないという、方もぜひご意見をお聞かせいただきたいと思います。シール投票も行っております。新宿御苑への放射能汚染土持ち込み、この危険な、実験再利用できるんだと言って全国へ広げていく、放射能汚染土拡散は許されないと声を上げていきたいと思います。皆さん、諦めずに声を上げ続ければ、政治は変えられます。環境省も住民が納得しなければ中止の方向性もあるんだというふうに言っています。現に福島県内の二本松市でも同様の同じような計画が進められるとしましたが、二本松市の住民の皆さんの反対によりこの計画が撤回をされました。福島県内でも同じような実験が行われました。でもそれもいずれも人が住んでいない、住民が住んでいない場所で行われてきました。今回この新宿御苑のような本当に東京のど真ん中です、都心の住宅が密集する地、そして毎日大勢のお客さんも訪れます。子どもたちもたくさん訪れます。近所の幼稚園、保育園、小学校の行事でも使われているみんなの憩いの場所、この多くの人が関わる、働く人たちも関わっている、こんな場所でこんな危険な放射能汚染土、再利用の実験を行うこと自体あってはならない、そういうふうに思います。ぜひ皆さん、この新宿御苑で行われようとしている放射能汚染土再利用地、放射能汚染土の再利用の計画、皆さんと共に私たちも諦めずに声を上げて、こんな計画は中止をと撤回をと呼びかけていきたいと思います。ぜひ、シール投票もやっております。ぜひご協力ください。また仲間の、仲間が、私たちの、会、住民の、放射能汚染土申し込みに、反対する会の、ツイッターの QR コードも示しています。ぜひ仲間に加わっていただければと思います。新宿御苑に申し込まれようとしている放射能汚染土、原子炉等規制法の、クリアランス基準100ベクレル以下というものを大きく超える8000ベクレル、こんな危険な、放射能汚染土を持ってくること自体許されないことですし、セシウム以外の他の放射能物質、放射性物質やまた有毒物質など他の情報など一切環境省は明らかにしないんです。しかもこの計画、何年あるかもその計画の全容すら、はっきりと詳細に、私たちに知らせようとしません。ぜひこんな、不透明な、計画、そしてこの8000ベクレルの、放射能汚染土壌、これをこんな、多くの、人たちが関わるこの場所で新宿御苑で行うこと自体、私たちはあってはならないと、反対の声を上げています。ぜひご一緒に声を上げていただきたいと思いますし、この放射能汚染土壌、
この処理や廃棄ちゃんと管理するということは本来国と東京電力が考えるべきことを新宿に持ってきて、そこではダメならどうするのかということを住民に考えさせる、住民に責任を押し付けるようなことは本当にとんでもないことだと思います。この放射能汚染土、国と東京電力はしっかりと責任を持って最終処分まで、安全管理をしていくということも合わせて、要求していきたいと思います。そしてこのことを要求することによって、これは新宿だけの問題ではなくて、これから先国がこの放射能汚染土全国へ拡散していく、そして、基準も法的根拠もうやむやにしたまま、放射能汚染土拡散し、最終処分を少しでも色を減らそうというこの目論み、これは本当に、おかしいと思うんです。国と東京電力の責任を最後まで責任を取れということも、言っていかなくてはならないと思います。そのためにもこんな新宿御苑で、私たちに負担を押し付けるような形で、汚染土持ち込みで、再利用の計画をする計画をするということ、きっぱりとノーの声を、撤回の声を上げていきましょう。どうぞご協力よろしくお願いいたします。皆さん、今日東京新聞をご覧になった方は分かると思うんですけど、所沢で、町内会で決議が通りました。反対の決議が、所沢には放射能汚染土を持ち込ませないという決議、 80% くらいの賛成で可決されて、それをもって所沢の市長かなそうですよね、所沢市長と会見して、その結果市長もこのままでは難しいというような見解を発表しています。これはすごく、ね、大事なことで、皆さんの声があれば、漁園に汚染土を持ち込ませないということは可能なんですよ。やっぱりこれが民主主義ってもので、やっぱりみんなの声で自分たちにとって、あるいはこの周りに住んでいる、あるいは東京中関東中の人々にとっても危険な汚染土を持ち込ませないということができるんです。必ずできると思います。ですからぜひ今日の賛成反対のスタンプなんかも押してもらって、ツイッターを見てください。そうするとそこにいろんな情報がありますから、新宿御苑に汚染土を持ち込ませないという声に皆さんで賛同していきましょう。必ず持ち込まないことができると思います。今日所沢で、今日の新聞に発表された所沢の市長が、住民の声を聞いて、これは難しいと、とても汚染土を所沢に持ち込ませるわけにはいかないと子供がすぐそばに住んでいるような土地のようです。所沢の土地はそういうところではとても無理だという話になっています。今日も皆さんたくさんの方が見えてますけれども、平日には幼稚園児や保育園児の、それから小学校の人たちがたくさん漁園に課外事業みたいな形で来ています。そうするとその人たちは、風や水の具合によっては放射能にまみれることになります。これはその時は少量かもしれないけども、一生溜まっていくのが放射能の特徴ですから、生涯でさまざまな形で浴びることに少しでも減らすことが重要なんです。私たちの命と生活にとっては、とても重要なことだと思います。新宿御苑に汚染土を持ち込ませないようにしましょう。この汚染土は電力会社や国や、原発産業が作ったものです。彼は責任を全く取りません。ついこの間もかつての東京電力の経営陣に対して無罪の判決が出ました。彼は何も責任を取るしません。私たちにこういう形で、その責めを負わせようとしているわけです。これはとてもおかしいことだと思います。ぜひ新宿御苑に放射能汚染土を、持ち込ませないようにしましょう。これは職員の方々や、この御苑の中で働いている100人以上のボランティアの方がいるそうですけども、彼らにとっても深刻な問題です。毎日毎日ここに来て働いている方にとっては、僕らよりもはるかに多くの放射能を浴びる可能性があるわけです。ぜひその御苑で働いている方もこれを聞いてください。
あなたたちにとっての問題であり、私にとっても問題であり、ここを通っている皆さんの問題です。ぜひ新宿園に放射能線と持ち込ませないようにしましょう。持ち込まれる皆さんの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 今日も楽しまれたことと思います。皆さん、このみんなの憩いの場新宿御苑に放射能汚染土壌を持ってきて再利用の計画、実証実験をするという計画が進められようとしています。昨年末突然発表されました、この、放射能汚染土、ありがとうございます。同じような実験は福島県内でも行われましたが、それは人が住んでいない場所でした。今回は初めてこの東京のど真ん中、住宅密集地、しかも新宿御苑に、毎日大勢の方が遊びに来られます。小さいお子さんも動物もたくさん住んでいます。この環境で、危険な、放射能汚染土を使って、実験をする許されないことではないかと思います。今この場をお借りしてこの新宿御苑への放射能汚染土持ち込みに対して、どう思われるかシール投票も行っています。ご意見をお聞かせください。私たちはこの新宿御苑への放射能汚染土持ち込み、これは許されないと脳の声を撤回をと声を上げています。今回、福島県外へと、持っていく、放射能汚染土の、再利用の計画は新宿御苑と所沢と筑波と3カ所と言われていますが、所沢市では住民の皆さん、町会の皆さんがこれに対して脳の声を反対の決議を上げて、それに対して、所沢の市長もそれを重く受け止めると、そして、環境省も、住民が理解納得しなければ進められないということなんです。ですからこの放射能汚染土持ち込み、私たちが粘り強く、訴えて撤回をと声を上げ続ければ止めることだってできるはずなんです。ぜひ、皆さんと一緒にこの、新宿御苑への放射能汚染土持ち込み再利用実証実験中止をと撤回をと諦めずに声を上げていって、そして、声を上げていきたいと思います。ぜひ、よろしくお願いいたします。また、別の考え方の方もいろんな意見もあるかと思います。シール投票も行っています。あなたのご意見をお聞かせください。皆さんのお考え、どう思われるかも、お聞かせいただければと思います。新宿御苑での放射能汚染土持ち込みの計画が進められようとしています。しかも政府はその放射能汚染土の中身について詳細を、情報を、開示をしません。セシウムに関しては、これも8000ベクレル以下だと言うんです。従来の、規制法の中で示されている安全だよと言える、クリアランス基準というのがあります。それは100ベクレル以下なんですけれども、その80倍の8000ベクレルなんです。この8000ベクレル以下、放射能汚染土の、処分や廃棄ということに関しては今法的な規定がありますけれども、今回は再生利用だと言うんです。新宿御苑の花壇にこの放射能汚染土を持ってきて花壇に、入れて、そして、安全かどうかを実験すると言うんです。この8000ベクレル以下で果たして安全といるのかということも、専門家の間でも疑問視がされています。ぜひこの、危険なこの放射能汚染土新宿御苑でなぜやるのかと多くの皆さん疑問にお感じになるのかと思います。しかも、この放射能汚染土に含まれるさまざまな危険な物質の中で、はっきりしているのは、環境省が説明するのはセシウムの濃度だけです。他の物質やまた有害物質などは一切情報を、公にしようとしないんです。そんな不透明な中でこんな、放射能汚染土を使って新宿御苑の中で、実験をする再利用の、実証
試験をするというこの計画については、私たちは本当に許されないことだと思います。住民にまた新宿御苑を利用されるお客さんにもほとんどちゃんとした説明もされていません。皆さん、この新宿御苑に持ち込まれる放射能汚染土壌を使った放射能汚染土を使ったこの計画、私たちは諦めずにこれはやっぱり中止を撤回をということを国に対して訴え続けていきたいと思います。皆さんのご意見もどうかお聞かせください。多くの人たちの憩いの場所、新宿御苑に放射能汚染土が持ち込まれて、実証実験をするという計画を国が強引に進めようとしています。この放射能汚染土持ち込みに対してぜひ皆さんのご意見もお聞かせください。シールの、投票もシール投票も行っています。ご意見をお聞かせください。新宿御苑に放射能汚染土が持ち込まれようとしています。政府はこの放射能汚染土、処分や廃棄については、進めようとしていますけれども、法的な規定もあります。しかしこの最終処分の土の量を少しでも減らしていくという目論見のために、再利用といっていろんな公共事業の、道路やコンクリートなどまた畑などに使って安全だよとアピールしていく、そして全国に拡散しようとしているわけです。しかしこの放射能汚染土、放射性物質、動かさない、移動させない、拡散しないということがこれ以上、危険な状態を生まないための基本中の基本ではないでしょうか。こんなことは許されないと思うんです。新宿御苑、新宿御苑に、放射能汚染土を使って、再利用の実験をするこんな国の計画は、やはり、きっぱりと撤回を中止をと求めていきたいと思います。ぜひ皆さんのご意見もお聞かせください。新宿御苑に放射能汚染土、申し込みによる再利用の計画、皆さんどう思われるでしょうか。多くの方々がまだことの重大さやまた、情報について、詳細なことも、まだ、知られていない、多くの方が事情を知らないのではないかと思いますので、ぜひ、この場、ご都合の皆様、今こんなことが行われるとしている新宿御苑で放射能汚染土を使って、実験をしようとしているこのことをぜひ、今日、お家に帰りましたら、いろんな方にこう広げて、情報を広げていただきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。新宿御苑、新宿御苑に遊びに来られている皆様、一日楽しまれたことかと思います。このみんなの憩いの場所、楽しい場所であるはずのこの新宿御苑に、危険な放射能汚染土が持ち込まれて再利用の実験をするという環境省の計画、突然昨年12月に発表されました。多くの方がびっくりしていることと思います。どうもありがとうございます。皆さん、この放射能汚染土を使った再利用計画、法的な規定も根拠もありません。国会でも審査をまだしていません。再利用については閣議決定で決まっただけです。しかもそれまでの従来の安全基準、クリアランス基準はセシウムの場合は濃度は1キロ当たり100ベクレルという決まりでした。今度新宿御苑に持ってくる放射能汚染土、濃度は8000ベクレル以下、1キロ当たり8000ベクレル以下というんです。このことに対して二重基準ではないかという疑問に対しても環境省は明確に納得のいく答えを出していません。あくまでも再利用も処分の一つなんだという強引に進めていこうという姿勢が見えてきます。皆さん、この放射能汚染土、新宿御苑でなぜわざわざやる必要があるのかということに対しても多くの方は疑問に感じているのではないかと思います。新宿御苑での放射能汚染土持ち込みによる再利用の計画、ぜひ多くの方にご意見、お聞かせいただきたいですし、また私たちとご一緒に、脳の声を上げていただける国に対してきっぱりと中止をと、ありがとうございます、ありがとうございます。ぜひご一緒に声を上げていただきたいと思います。新宿御苑に放射能
汚染土を持ってきて再利用する実験をするという、計画が進められようとしていますけれども、皆さんどう思われるでしょうか。ぜひこの計画、まだこの計画自体、知らないという方も大勢いらっしゃるかと思いますけれども、今チラシもお配りしております。またシール投票もやっております。ぜひ多くの方にこの実態を、何が行われようとしているかを、知っていただきたいですし、ご一緒に考えていただきたいと思います。新宿御苑に放射能汚染土が持ち込まれて、再利用する、再生利用の、をするための、進めていくための、全国に広げていくための実証実験、実証事業という名の実験をするという、そんな危険なことが行われようとしています。放射能汚染土持ち込み、による、再利用計画、きっぱりと中止をと、声を上げていきたいと思います。新宿御苑、皆さん、一日楽しまれたことかと思います。この楽しい場所、憩いの場所、新宿御苑に放射能汚染土を持ってきて再生利用の実験をするという環境省の計画、本当に、納得のいくような説明も、十分な説明もほとんどろくにやっていない、そんな中で、住民が、声を上げなければどんどんと強行されていってしまいます。所沢市でも同じような計画が進められようとして、所沢の町会で反対の声を上げ、市長も重く受け止めるというふうに声を上げ続ければ、政府も行政も、態度を変えていく、動かせるということなんだと思います。ぜひご一緒に考え、ご一緒に声を上げていただきたいと思います。そしてあくまでもこんな新宿御苑で、やる必然性などないのだということも、訴えていきたいですし、これは本当の意味で、この原発事故の放射能汚染土、最終的な、処分のための解決にはならない、この再利用という形で、薄めていって全国に広げていく、そして最終処分の量を少しでも減らしていくんだという、こんなお茶を濁すようなやり方で、放射能汚染土を、解決していく、この方向性自体おかしいことなんだということも併せて訴えていきたいと思います。新宿御苑に放射能汚染土を使った再生利用の計画、脳の声をご一緒に上げていきましょう。またいろんなご意見があるかと思います。反対の方はもちろん、そうじゃないというまた別の見方もあるかもしれません。シール投票も行っています。ご意見をお聞かせください。またチラシもお配りしております。新宿御苑に放射能汚染土を持ち込み再生利用の実験をするという計画、皆さんどう思われるでしょうか。多くの子どもたちもたくさん集まる、そして、新宿御苑、本当に憩いの場所で多くの方が楽しまれている、たくさんの方が利用されます。利用される方ももちろん、そこで働く人、また周辺のお店、事業者、周辺の住民ももちろん関わっていきますし、また幼稚園や小学校の行事の場で、たくさんの子どもたちも、この新宿御苑に集まってきます。こんな場所でこんな危険な、不透明な、危険性が不透明な、放射能汚染土を使った実験をする、これは本当に許されないことだというふうに私たちは思っています。新宿御苑での放射能汚染土持ち込みによる、実証実験、脳の声を上げていきましょう。多くの方が関わっているこの新宿御苑で、なぜこんな危険なことをやるのかということなんです。特に、小さな子どもたちも、今日もこの場所、ベビーカーに乗った小さな子どもたち、たくさん通られましたけれども、子どもたちもにも、特に、体の小さな子どもには、この放射性物質、大きな影響を与えるということはご存知だと思います。子どもたちの命の健康のためにも、こんな危険な不透明な計画を許すわけにはいかないと、ご一緒に声を上げていただければと思います。新宿御苑に放射能汚染土を持ち込み実証実験をするという国の計画、このまま何も声を上げなければ強引にどんどんと進められていってしまいます。ぜひ皆さん、私たちも皆さんとご一緒に声を上げ続ける、粘り強く訴えて、所沢市のように、行政も動かしていくというところまで頑張っていきたいと思いますし、あくまで、これは許されないことなんだと訴え、
そして、環境省に対しても中止をと迫っていきましょう。声を上げ続ければ止めることはできるんです。ぜひご一緒に声を上げていただきたいと思います。ご意見もお寄せください。シール投票も行っています。新宿御苑に放射能汚染土を持ち込み再生利用の計画を進められようとしています。ぜひ、シール投票でも、ご意見伺っております。どうぞよろしくお願いいたします。新宿御苑に、遊びにいらした皆さん、とても気持ちのいい場所ですよね。今この新宿御苑に、原発事故で生じた放射能汚染度8000ベクレル以下とは言っていますけれども、その、高い放射能汚染度を、実証事業と称してこの御苑で、花壇を作るという計画がなされています。皆さんこの事実ご存知でしたか。新宿御苑に、原発事故で生じた高い放射能汚染度、これを持ち込んで実証事業を行うという計画が、環境省の方から発表されました。そして、住民説明会といいましても、ここに住んでる対象1丁目2丁目だけに限定して、新宿御苑って皆さん今遊びにいらしてよくお分かりだと思いますけれども、とても広くて周りには住宅地がいっぱい密集しています。で、渋谷区にも隣接しています。それなのに住民説明会はたった50人枠で、それもどう何にも周知しないで、ただどこにあるかもわからない町内の掲示板に貼って申し込みせというひどいやり方でした。だから私たちは今皆さんにこの御苑に放射能汚染土が持ち込まれるという事実を知っていただき、皆さんも、この問題について考えていただきたいと思っています。新宿御苑に8000ベクレルという高濃度の放射能汚染土を持ち込むことに、イエスかノーかという投票もこちらで行っていますので、どうぞ皆さんのご意見をお聞かせください。新宿御苑に原発事故で生じた8000ベクレル以下とは言ってますけれども、その高濃度の汚染土を、持ち込んで花壇を作るという実証事業とは言いますが、もう人体実験ですを行おうとしています。どうか皆さんもノーの声を上げていただければと思います。放射能は小さいお子さんほど影響を受けると言われています。今コロナ禍で自由に遊ぶことができない、でも新宿御苑ではいっぱい子供をのびのびと遊ばせることができる、それなのにそのような場所に放射能汚染土を持ち込むというこの環境省のやり方に、とても憤りを覚えます。皆さんが安心して今まで通りに憩いの場としてこの御苑を使えるように、どうぞ放射能汚染土の持ち込みについて、皆さんのご意見もお聞かせください。今こちらに、皆さんのイエスかノーかという投票を行うシールもやってますので、どうぞご参加ください。新宿御苑に、福島原発事故で出た、放射能汚染土を持ち込まれようと、汚染土が持ち込まれようとしています。なんでこんなたくさんの人が訪れる場所にこういうものを持ち込まなきゃいけないのか、これは御苑に持ってきても大丈夫なんだよということで、全国の、道路工事ですとか、防波堤、防潮堤ですとか、そういうところに放射能汚染土がばらまかれる、そういうことに、なりかねません。自分たちの、身の回りに本当に安全ではない放射能汚染土が気がつかないうちにどんどん持ち込まれることになります。どうぞこの新宿御苑に放射能汚染土を持ち込むことに、皆さんもノーの声を上げていただければと思います。所沢でも同じように、この放射能汚染土の持ち込みの実証事業が行われるということですが、所沢では市長会の人々の反対の議決がありまして、それを所沢市長は
やはり重く受け止めるということで、住民の理解が得られなければ、持ち込みに反対するということをきちんと、環境省の方に、申し立てるということを言っています。どうか皆さんの力で新宿、区役所や東京都知事に、汚染土を漁園に持ち込ませないでくださいという声を、届けていただければと思います。皆さんの声で新宿漁園に放射能汚染土 を持ち込むことを、ストップさせることができます。本当にたくさんの声が上がれば上がるほど、この実証事業は行われません。環境省も、住民の皆さんの、理解が得られなければ、中止もあるというふうに言っています。どうか新宿漁園に安心して、芝生に寝転がったり、本当に日向ぼっこしたりっていう、そういう大地にで安心して聞こえるこの場所に放射能汚染土を持ち込ませないように、どうぞ皆さんも声を上げてください。今皆さんの放射能汚染土を持ち込むことにイエスかノーかっていう投票も行ってますので、どうぞ、ご参加してください。新宿漁園に、福島原発事故で出た、8000ベクレル以下といいますけれども、すごい高濃度の汚染土が持ち込まれようとしています。いろんな意見の方もいらっしゃると思いますけれども、私たちはこの、やはり安全ではないという確認ができていない放射能汚染土をこの漁園に持ち込むことに反対しています。どうか皆さんも放射能汚染土が持ち込まれるということをご存じなかった方たくさんいらっしゃると思いますけれども、今日この事実を、どうぞお家に帰ってもご家族ですとかご近所の方に、伝えていただければと思います。今福島県で、この汚染土を中間貯蔵施設っていうところに、止めてます。それを、新宿漁園に、持ち込んで、実証事業が行われようとしています。でこの漁園の中に、穴を掘ってそこに、汚染土を入れて、それから上から盛り土をして花壇を作るという計画です。でこの今まで100ベクレル以下、1キログラム100ベクレル以下でなければ、そういうふうに汚染土を持っていっちゃいけないというか、管理から手を離していけないというふうに言われたものが、急に8000ベクレルというものがこの漁園の中に持ち込まれます。それはどういう理由かというと、ちゃんと、モニタリングをして、管理をするから、大丈夫なんだ、だから100ベクレルというものではなく8000ベクレルでも大丈夫なんだというふうに言いますけれども、セシウム137は190年もの間、しないと、半減しません。190年という時間、この中に職員の方たち、それを、どのようにしてずっと伝えられていくんでしょうか。その間にモグラもたくさんいます。モグラが穴を掘って汚染土をばらまくかもしれません。台風や強風で汚染土が、雨で流れてしまう可能性もあります。そういうふうに安全が何も確認できない、安全をちゃんと管理することができないようなものを簡単にこういうたくさん、今も今日ものすごい数の人たちが、漁園に遊びにいらしてますけれども、そういう皆さんの憩いの場所に安全が確認できない放射能汚染土を持ち込もうとしています。どうか皆さんの声で、ストップしたいと思います。環境省も住民の理解が得られなければ汚染土の持ち込みを中止することも選択肢の一つと言っています。どうか皆さん一人一人の声でこの新宿漁園に放射能汚染土を持ち込むことをストップさせましょう。子どもほど本当に
放射能の影響を受けると言います。たくさんのお子さんがこの御苑には遊びに来ます。周辺の小学校では、授業の一環としてこの御苑に、での野外活動が、組み込まれています。そういう場所に、どうか放射能汚染土を持ち込ませないでください。今こちらの放射能汚染土御苑に放射能汚染土を持ち込むことに、イエスかノーかという行動をシールで行っています。どうか皆さんの、意思というかそういうものをこちらでお示ししていただければ、嬉しいです。どうか新宿御苑に高濃度の放射能汚染土が持ち込まれ実証事業が行われようとしていることを今日、皆さんお帰りになって、ご家族の方ですとかご近所の方に新宿御苑に放射能、汚染土が持ち込まれるんですよっていうふうに話していただければと思います。新宿御苑でお楽しまれた皆さんこんにちは。新宿御苑楽しかったでしょうか。皆さん新宿御苑に原発で除染のために剥がした土をつまり放射能で汚染されている土を持ち込もうとしています。それはこの汚染土しかも1キログラムあたり8000ベクレルという本当に高い値の放射能の汚染された土なんです。8000ベクレルといえば本来は国が定めた基準でも管理された場所できちんと保管しなければならないそういう基準なんです。それをわざわざ運んできて新宿御苑で花壇を作ってそして上に普通の土は載せますけれどもそこで花壇を作って実証事業をしようというんです。皆さんこの再利用ということについては全く法的には根拠がないことなんです。今流行りの閣議決定でこの再利用をやろうという方向にしてしまいました。皆さんこの放射能で汚染されているこれは集中的に管理するそれが一番安全な道なんです。それを破って全国に汚染土を移動させようそのこと自体非常に命や健康をないがしろにしているということではないでしょうか。皆さんこの新宿御苑への放射能汚染土を持ち込みはやめてほしい。私たちは新宿御苑への放射能汚染土持ち込みに反対する会を急遽作ってそしてみんなで反対の声を上げているメンバーです。どうぞ皆さんこのそもそも新宿御苑に汚染土を持ち込むということを本当に近所の住民の皆さんにも知らせない。新宿一丁目二丁目にしか掲示板でお知らせして説明会をしてしかも50人でしか、入れません。そんな説明会だったんです。この説明会それでおしまいにさせようとしています。まさに国民に知らせないで近所の人にも知らせないでそして利用者にも知らせないで、進めていくいかに後ろめたいことをやろうとしているのかということではないでしょうか。皆さんこの本来だったら集中管理するそしてなるべく移動させないそれが安全の道これをしっかりと守ることが求められているのではないでしょうか。皆さん声を上げていこうではありませんか。声を上げるそして新宿御苑には持ち込ませないそして全国にも移動させないその声を上げていこうではありませんか。皆さんと一緒に私たち新宿御苑に、放射能汚染土を持ち込むことに反対する会です。皆さんの声を、シール投票をしています。皆さんの意思をシール投票で、ぜひ意思表示してください。ビラも配らせていただいております。シール投票どうぞご協力お願いを申し上げます。皆さん新宿御苑楽しかったでしょうか。今新宿御苑に福島で、除染のために剥がした土を
しかも1キログナあたり8円ベクレルという非常に高い濃度のセシウムが含まれている。そして他の各種が放射能の各種が含まれているかも調査もしない、そんな土を持ち込んで花壇にして、そして実証事業をしようというんです。それに反対する会のメンバーです。皆さん、この8000ベクレルというのは本来だったら国が決めた基準でもきちんと管理できる場所で保管しなければならない、そういう基準なんです。それをガールにもかかわらず移動させて、わざわざ移動して、そして花壇にして実証事業しよう。新宿御苑は子どもたちもたくさん来ます。近所の保育園、園庭がない保育園も多いんです。ですから新宿御苑が格好の遊び場になっています。子どもたちほど感受性の強い、放射能に対しても感受性の強い子どもたち、そしていろいろな動物だって住んでいます。そして近所では障害者の団体が、蜂蜜を作るために養蜂をしているんです。新宿御苑の花が蜜の元になっているんです。皆さん、まさに安全も確認できていない、長期的な危険性などまさに証明されていない、確認されていない汚染土、8000ベクレルもの汚染土をわざわざここに新宿御苑に持ってきて実証事業しよう、そんなことはさせてはならないということではないでしょうか。この人口を密集しているところに移動すれば全国どこでも持っていける、そんなことを下心ではないでしょうか。しかもそれを多くの皆さんにお知らせもしない、説明会も1回だけ。皆さん、いかに国は後ろめたいことをやっているのかということです。皆さん、どうぞ意思表示してください。シール投票しています。多くの方々がご協力いただきました。今シール投票しています。どうぞ脳の声集めていきましょう。多くの声を集めて国に断念させようではありませんか。私たちは新宿御苑への放射能汚染土持ち込みに反対する会です。皆さんの声をしっかりと国に伝えてまいります。皆さん、どう考えますか。皆さん、そろそろ御苑も閉まる時間になってきましたけども、ぜひ、放射能汚染土が御苑に来るってことは皆さんで、止めましょう。止まりますから、本当にやればできることなんで、ぜひ皆さんの声で止めていきましょう。ツイッターとかその QR コードありますんで、そこをクリックしてもらえばより詳しい情報も分かります。ぜひ皆さんの手で、放射能汚染土を新宿御苑に持ち込ませることを止めましょう。どうしようかな。そろそろ4時半なので、お開きの時間なんですけども、皆さんいっぱい出てくる困ったら今日は暖かいから、まあ、だらだらともうちょっとやってお疲れになった方はご自由に、そうですね、大丈夫ですからね。今日はまあ暖かいけど疲れたでしょう、1時間経ったから、ね、ご自由に、本当にこれ強制じゃないのでお帰りになって大丈夫です。どうぞ。で、皆さん本当に最後に、御苑から出てくる方に、本当にここから近いですよ、汚染土の持ち込まれるところは。中に入ってすぐ左側です。おトイレのある先ぐらいですね。ですから本当にね、自分たちが来る、遊びに来る公園の横に、放射能の汚染土が来ると、これやっぱりね、責任 取る必要のある人に取ってもらいましょうよ。本当はその取らなきゃいけない人たちが裁判にかかっても
ことごとく無罪になってしまうって、これはおかしいです。どう考えてもおかしいですよ、こんなことは。それなのに私たちがその責めを負わされると、これはおかしいんじゃないかと思います。ぜひ皆さんの、声で放射能線路を止めていきましょう。これはあの年齢に関係なく放射能が来ますから、子供から、高齢になった方までもう間違いなく私たちの体に溜まっていくものですから、ぜひ注目してください。所沢ではあの市長が、難しいというような声を上げるようになってきました。あくまでも皆さんの声で、市民の声で、住民の声でそれができると思います。ぜひ、ちょっと声はうるさいかもしれないけども、声は害にはなりません、放射能は害になります。皆さんのぜひ、この放射能線路について考えてください。非常に重要な問題だと思います。新宿園で許せば全国どころでもあのこの線路が市中に埋められて、いつどういう形で影響するかわからないということになります。ぜひ注目してください。そろそろ減ってきましたか。新宿御苑に、ご来園の皆さん、新宿御苑楽しまれましたか。私たちも、新宿御苑大好きです。本当に、気持ちのいい場所ですよね。ここに、原発事故で生じた放射能汚染土が持ち込まれようとしています。8000ベクレル以下とは言ってますけども、すごい高濃度の放射能汚染土がこの御苑に持ち込まれようとしています。新宿御苑って本当に気持ちよくって、暖かい日なんか芝生に寝転がってる方たくさん見かけます。小さいお子さんもたくさん本当に御苑にいらっしゃいます。今日もたくさん の, あのメリーカーの、でお子さん連れた方をお見かけしました。こういう場所に、高濃度の放射能汚染土が持ち込まれようとしています。どうか皆さんの声で、それを止めることができます。新宿御苑に放射能線路を持ち込むことにイエスかノーかっていうあのシール投票もこの出口のところでやってますので、どうぞ皆さんも、新宿御苑に放射能線路持ち込みノーの、声を、聞かせてくださいというか、あの声を上げてください。新宿御苑に、放射能線路8000ベクレルという、100ベクレル以下で、廃棄されても大丈夫だろうというようなものを8000ベクレルという、高い高濃度の汚染土がこの御苑に持ち込まれようとしています。それはちゃんと、モニタリングをして、管理するから大丈夫なんだと言いますけれども、セシウム137が還元するには190年という長い、歳月を要します。その間に雨も降りますでしょうし、モグラもいます。はい、言いたいことはたくさんありますけれども、そろそろですね、やっぱり区切っていきましょう。皆さん の, あの、生活もありますから、この辺でじゃあ取り戻すようなアピール行動をお見せいたします。どうもありがとうございました。参加者の方もいる。どうもお疲れ様でした。